皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらが到着しました。アマゾフィットから出ました新しいバランスというスマートウォッチがここ日本においても発売開始となりました。昨年は GTR4、 GTS4 というモデルが出ていましたが、今年からはそのモデルが統合されましてバランスシリーズという名称でやっていくということです。どんな感じになっているのか非常に楽しみです。ということで今回はファーストルックということで、この後にざっと主なスペック、そして開封し、また動作感をねちょっとチェックしていきたいと思います。ということでね、しばらく使った上でのファーストインプレッションに関しましては、また後日しっかり使った上で動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。というわけで本日も行ってみましょう。今回先行レビューで送っていただきましたのはサンセットグレーというタイプになりまして、ナイロンバンドのモデルになります。もう一台ですね、ブラックモデルのシリコンバンド仕様っていうのもありますので、どちらか好きな方を選んでいただければと思います。ではざっと主な特徴をご紹介したいと思います。まずコンセプトがウェルネスということですね。よりよく生きようという生活態度ということで、ここ最近こういった言葉をよく聞くようになりましたよね。やっぱり心身ともに健康に生きるというのは多くの方にとって願っていることだと思いますので、そのためにこのモデルが開発されました。ここにレディネスと書いてありますが、98と出ていた場合100を基準にするとまだまだね元気な状態だっていうことがわかりますね。こういった指標があるっていうのはすごく目安になっていいですよね。そしてさらにですね、体組成計っていうのが測定できまして、8種類の指標がわかります。加えて150種類以上のスポーツモードにも対応、そして6種の衛星測位にも対応しています。このあたりはスマートウォッチ業界ではほぼほぼナンバーワンのレベルとなっています。そして今回からこの ZEPOS が 2.0 から 3.0 にバージョンアップして最新のタイプとなっています。そしてこのディスプレイのサイズになりますが、 1.5 インチのAMOLEDディスプレイとなっています。解像度が 480×480 になっています。そしてピーク輝度、画面の明るさが1500ニトになりまして、普段使いで1500あればね全く申し分ないぐらいの明るさとなっています。また Bluetooth 通話にも対応していますので、スマホに電話がかかってきた時にはこちらで通話する機能もついています。またバッテリー持ちに関しましては標準で14日間となっています。 AOD を使った場合、常時点灯モードを使った場合は6日間となっています。このあたりも申し分ないスペックじゃないかなと思います。というわけで待望のアマゾフィットバランス開封していきたいと思います。こちらがパッケージ内容となっています。まずスマートウォッチそのもの、そして専用の充電ケーブルになりますが、このようにしっかりパッケージングされています。そして日本語にも対応しました、こういったユーザーガイドが入っています。加えてデイリーリマインダーと書いてありますが、こういったカードも同梱されていました。ということでこちらがバランスそのものになりますけども、こんな感じでパッケージングされていましたけども、かっこいいですね。このナイロンベルトのタイプになりまして、ブラックタイプのものとねだいぶこう見た目質感というのは違うんじゃないかなと思います。ということでね、外観をざっと見ていきたいと思います。アップユアゲームとありますが、 1.5 インチのAMOLEDディスプレイということです。そしてサイドにはこのようにリューズがついていまして、かなり出っ張っているんですけども、プッシュもしくはこういった回転がねできるタイプとなっています。指に引っかかりがあって非常に回しやすいですね。滑る感じは一切ありません。加えてこの長方形のサイドボタンもついていまして、このあたりも押し心地良さそうですね。そしてその下にはこのあたりセンサーじゃないかなと思います。そしてこちらにマイク穴と思われるものもあります。そして反対側になりますと、こちらにスピーカーですね、マイク穴ともに配置されています。そして背面にはこういったセンサーがついていますけどね、こちら剥がしてみたいと思いますが、いやーめちゃめちゃ綺麗ですね。ダイヤモンドみたいな光り方してますね。質感がめちゃめちゃいいですね。高級感が半端ないと思います。そしてバンドになりますけどもね、これナイロンループになりまして、このように剥がしてこんな感じで装着するわけですね。そしてそのまま貼り付けるということで、これはかなり肌触りがいいですし、なんて言うんでしょうか、あまり重さを感じさせない装着感となっています。このナイロンバンド予想以上にいいと思います。ではディスプレイの保護フィルムを剥がしていきたいと思います。ということでめちゃめちゃ大きいですね。ではおなじみになりますけども、重さも測ってみたいと思います。このスケールであれば 44g となりました。結構ね程よい感じの重さですね。そして本体そのものになりますけども 35.1g となっています。バンドのみであれば 9.2g となりました。ちなみにこのナイロンバンドはっきり 22mm と書かれていまして、こういったクイックリリースタイプになっているのでね、脱着がめちゃめちゃ楽になっています。ではこれから電源を投入していきたいと思います。
下のボタンを長押ししますとね、電源が入りました。ということでね、めちゃめちゃ綺麗ですね。今起動してきています。システム言語を決める画面になりましたが、日本語を選びたいと思います。先ほどペアリングした直後になりますけども、ファームウェアのアップデートが来まして、だいたい10分から15分ぐらい時間がかかりまして、ようやくホーム画面が表示されました。というわけで早速動作感などを含めましてね、機能一覧を見ていきたいと思います。このケースにあります文字盤のものがね、最初に表示されています。では文字盤がどんな感じで入っているのか見ていきたいと思います。これ以外にはこのタイプも入ってますね。結構スポーティーなデザインのものが入っていました。そしてこういったね、デジタル表示のもので秒数表示もしっかりついています。そしていや、たくさんねコンプリケーションがついている、こういったものもね最初から入っていますが、なかなか凝ってますね。例えばこの左上の赤いランニングのマークのものがありますが、タップするとこういったワークアウトにすぐ飛べる機能もついています。このあたりやっぱりさすがアマゾフィットだなという感じですね。そしてこれはかっこいいですね。こういった凝ったデザインのものも入っています。そしてなんと動的なタイプの文字盤も入っていました。加えてこういった文字盤も入っていますね。トータルでこんなようなデザインになっています。さらにこういったシンプルなものも入っていますね。ということでたくさんの文字盤入っていましたが、もちろんこの下にあります鉛筆のマークのものがあって、カスタマイズもできるようになっています。コンポーネントと言われているものを自分の好きなものに変更する機能もしっかりついています。では挙動も含めまして機能をいろいろ見ていきたいと思います。まずホーム画面から上から下にスワイプしますと、おなじみのコントロールパネルがついていまして、現在ね画面を20分間点灯しますというモードにしてあります。ここから変更することができます。そしてここに A と書いてありますね。これタップしてみますと自動調光機能が搭載されています。これをオフにしますと自分で好きな明るさに調整することもできますね。で、一番暗くした状態で A をタップすると、今この照明の下で一番適切な明るさに自動に調整してくれました。そしてディスプレイのね画面領域も見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。さすが 1.5 インチになりますと結構大きなサイズになってるんですけど、このディスプレイいっぱいいっぱいまで広がっているのがいいです。この黒枠が若干ありますけど、ほぼほぼ気にならないレベルだと思います。そして視認性になりますけど、下から見たところ、上から見たところ、そしてサイドですね、こんな感じになっていますけど、どこから見てもね懐中電灯のマークしっかり見えましたので、視認性もなかなか良さそうです。そして横スワイプの動きも見ていきたいと思いますけども、めちゃめちゃヌルヌルですね。指に追従してきてくれますので、本当に吸い付いているような動きでいいですね。そしてホーム画面の下から上にスワイプすると通知の画面が来ます。そしてホームの左側にはショートカットカードっていうのがありまして、まず一番上に Amazon の音声アシスタントがここから使えるようになっています。そして右上のこのクラウンを押しますと、機能一覧に飛びましてね、めちゃめちゃヌルヌルの動きですね。右下のこのボタンを押しますと、ワークアウトにすぐ飛べるようになっています。様々なこういったモードが入っていますので、自分の好きなものをね、こちらから選ぶことができます。またこのあたりの順番の入れ替えとか、追加と削除に関しましては、以前出している Amazon Fit のスマートウォッチのおすすめ設定というところを見ていただきますと、このワークアウトの編集方法など解説していますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、このね、デジタルクラウンを押しまして、機能一覧を表示させるんですが、リスト表示に変更しました。一番上に、レディネス、心拍数、血中酸素、ワンタップで測定、運動、ゼップコーチ、体組成、そして運動記録、ワークアウト状態、アクティビティ、PAI、ストレス、睡眠、コール、こちらが Bluetooth 通話になります。そして会員カード、天気、ミュージック、アラーム、カレンダー、設定、太陽と月、コンパス、気圧高度計、月経の履歴、呼吸、温度計までついてますね。そしてストップウォッチ、カウントダウン、スマートフォンを探す、世界時計、トゥードゥーリスト、音声メモ、ポモドーロタイマー、またメディテーションとありますけどね、これまでに見たことのない機能も入っていました。そしてコンパスとありますけどね、こんな感じで、デジタルコンパスが使えるようになっています。面白いですね。そして体組成とありますが、今回これ目玉の機能になりますけども、
今ね測定が完了しまして、ちょっと数値はお見せすることできませんけども、ちゃんと測定することができました。そして一番の目玉の機能かもしれませんが、今回のレディネス、いわゆる自分自身のねバッテリー健康状態など含めましての数値になりますが、このような自動心拍モニタリング、もしくは自動ストレスモニタリングや睡眠時の呼吸の質、睡眠モニタリングアシスタントですね、この辺を有効にした場合、レディネスの数値を生成することができるようです。ですのですぐにね表示されるわけではありませんので、このあたりも今後ファーストインプレッションでどんな感じなのかお伝えできればと思います。というわけで、ざっとファーストルックということでご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。このボディの質感、なかなか高級感があっていいですね。決して軽すぎるってこともありませんので、使った時のね高級感っていうのもなかなかあるんじゃないかなと思います。そしてバンドのねデザインがすごく秀逸でして、この装着性もすごくいいですし、しっとりとしたね落ち着いたデザインっていうのが心地いいですね。こんな感じなんですけども、いかがでしょうか。そしてこの 1.5 インチのアモレットディスプレイ、めちゃめちゃ綺麗ですし、視認性が抜群ですね。下から見てもこの上から見てもサイドから見てもね、はっきり見ることができます。今後ファーストインプレッションで屋外でどんな感じで見れるのか含めましてね、いろいろ検証していきたいと思います。歩数計の精度もそうですし、バッテリー持ち、また LINE の通知とかですね、そのあたりもしっかり見ていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。というわけで、この Amazon Fit バランス、現在発売開始となりましたけども、定価が 41,900 円とね、昨今の円安の傾向で昨年の GTR4からかなり値上げとなりましたけども、このあたりは致し方ないなという気はします。現在ですね、概要欄にクーポンなど発行していただいておりますので、ぜひそちらも活用していただければと思います。この動画良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。